まーちゃん、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 おいで、隠れて。ワンワンがおるから、まーちゃん。まーちゃん、くっ。ほんとだ。こ。まーちゃん、くっ。おきれい。あっちこっちこっち、はい、行ってらっしゃい。今日は5時に、5時半に起きて5時35分ぐらいには出てきました。7月30日。一番、まあ一番じゃないけどベストな時間帯かな。5時に起きるのが一番ベストなんだけど、起きれなかったです。で、地震があったので、もう、マークもびっくりして飛び起きて、私もわーっと思って、いつもすぐ寝るんだけど、地震が起きても。何もあんま、あ、地震か。今日は、おーって思った。結構揺れた？ 3か4か。わかんないけど。よかったね、一回で済んでね。もう一回来るかなと思ったけど。もう一回来たら、外に出ようかなと思ったけど。一回で済んだから、まあよかったけど。怖かったね、少しね、マー君ね。怖かったよね、地震ね、マー君ね。怖かったやろ、マー君。あんた飛び起きたでね、地震。ねえ、飛び起きたね。飛び起きたでね、地震。ん？怖かったんだ。ねえ。ん？傷きれいになった。きれいになったよって。あれ。こんな綺麗になって。マー君のドアップ。3週間ぶりにあんた歯磨いたね、昨日ね。歯磨きしたね、マー君ね。見えないのよ、向こうが眩しくて。ちょうどあそこだ。太陽さん上がってきた。暑くなりそうだな、今日も。ハトさんがいるよ、マー君。眩しくて何も見えないわ。ふぅ。鳥が飛んでいく。世界人類が平和でありますように。また鳩さんがいるよ、今日は。眩しい、ここは逆光で。逆光、逆光。鳩さんが来たよ、マー君。ハトさん、おはよう。あら、こっち来たらダメだよ。
マー君が吠え、意地悪する。あら、珍しいね、あんた今日は。今日も居座るつもりね。昨日の夜も、広場に居座ってからもわがままして、散歩も向こうまで行こうってわがまま言って、早めにいつも帰るのに。もう広場で居座って帰らんって言ってね、昨日は、夜は。大変だったね。まあ、そのわがまま言うから、びっくりしたよね、もう。いきなり鳩飛んでいっても。待って、そろそろ帰るよ。ねえ。もう、あんまり居座らん。コンビニ寄って帰ろう。ね。帰る？なんだかんな。帰ってまんま食べよう。ね。ねえ。よしよし。帰ろうかね。じゃあ皆様、失礼します。